皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年11月の9日、19時51分、各新聞社へご相談なんですが、あと販売所、朝刊の配達、朝の8時半ぐらいから配達してもらえませんかと。夜中、昨日の晩特に睡眠薬も飲まなくて寝たんですけども、3時過ぎに1回目が覚めて、3時ぐらいですね。で、その後、朝刊の、配達する、オートバイの音が、聞こえてきたと。電波であらかじめ起こされているのか何なのか仕組みわからないんですけども、迷惑防止条例違反ということで、先に電波で起こされてるんでね、その配達そのものがどうかっていうところで考えたら、そもそも朝の8時半ぐらいから配達始めたらよかったんじゃないかと、そういうことになってくるんですよ。いや、夕刊も配達するときって夕方配達してるでしょ。で、なぜ朝の8時半かって言ったら、その時間帯は通学の人たちはもう学校に到着してる時間帯ですから、だから、通勤の人もほとんど。だから、会社に到着してるか、会社に向かってるところの方たちがほとんどですので、大丈夫かなというところで、考えた次第です。請願法による陳情で国会議員の方たちもその方向で考えていただけたらなと思います。以上です。皆さんチャンネル登録と着信通知の設定よろしくお願いいたします。